どうもみさん、こんにちは。ラオ先生です。そして、下井コーチのフラッシュケイシです。お願いします。はい、よろしくお願いします。今回ですね、大学受験のスタディーコーチさんにお越しいただいて、受験をテーマにいろいろガミさんの方々いつも話を振ってもらって、ちょっといろいろ対談形式で話していきたいと思うんですけど、初めてお会いするので、概要についてちょっとお話いただけますか。まずは軽く自己紹介させていただくと、東京大学文学部3年生の古橋圭司と申します。お願いします。東京大学あらやなスタディーコーチ本気出してきましたね。あの、そういうわけじゃなくて、まあ、もうスタディーコーチに所属している講師はもう全員東大生と総慶生だけになっているので、3年生なんですけど、受験した時に東京大学の文化3年っていうところを受けたんですけど、そこで一応最高点出席ですか。あ、そうですね、はい、すごいですね。はい、このような形で優秀な先生たちが揃っているスタディコーチさんということなんですけど、どのようなことをメインでなんか学習塾になっているんですか。そうですね、まずスタディコーチの特徴がオンラインであることと、コーチングに特化しているということなんですけども、まずオンラインなのに関してはもう完全に授業毎週オンラインで、面談を行うような形で行っています。で、コーチングっていうのが、まあ、簡単に言うと普通の授業を行うときは、まあ、勉強の内容を教えるってことが多いと思うんですけど、そうではなくてコーチングという形で、まあ、学習経験だったりとか、あとはこういうことを意識して勉強すると成績上がりやすいよみたいなところを教えるっていうコーチングを中心にしているっていう。ああ、そうですね。オンラインと対面、コーチングとティーチングって、ね、今回どっちの方が果たして伸びるんですかっていうところをメインに、まあ、今日は授業を進めていけたらなと思うので、皆さん一緒にやっていきましょう。まず前提なんだけど、はい、その、まあ、お互いのどういう風な特徴をそれぞれ教えてほしいんだけど。はい、僕の塾っていうのは、まず生徒さんに直接塾にいつもで来ていただいて、まあ、みんなが想像するような学習塾だと思います。で、国数英理社、国語科に特化して、要は授業をやっていくと。で、生徒さんの宿題の確認とチェックテストみたいな感じで生徒さんの学力を上げていくっていう風なスタイルで僕はやってますね。いや、一方で、じゃあスタディーコーチさんとかってどのような感じでこう生徒さんの学力って上げてる。簡単に言うと、授業の形式は面談を行うという形で1時間ぐらいオンラインで面談を行うんですけど、で、まあ、次の週の面談でその週の経過をしっかり行えたかとか、はい、まあ、時によっては例えばチェックテストをやってみたりとかっていうのをして、定着を図った上で、まあ、方針を決めてあげるってことを中心に指導を行っているっていう。で、要はそのスタディーコーチさんを使う時っていうのは、板書を使って教えるみたいなスタイルは全くやってないんですか。そうですね、まあ、例えば細かい質問があったりしたらそれを聞くみたいなのはあったりするんですけど、先生側が教えるみたいな形の授業は基本的にはやっていないっていう形です。高校受験でさ、その自習型勉強みたいなの、それ成立するの？高校受験は、成立はすると思います、うんうん、だから、まあ、市販にもこういろんな問題集だったり参考書とかがありますので、高校受験の市販ってあんまりいい解説書っていうのがあんまこう市販の中には売られてないような形になるので、だからこう対面型のコーチングの学習塾っていうのが多いんじゃないのかなと、まあ、あくまでも予測ですけど、そういうふうにして思うんですけど、大学受験とかって一方どうなんですか。そうですね、大学受験は結構逆なところがあるかなと思っていて、市販でも参考書かなり溢れてる状態になっていて、でしかも大学によってしなきゃいけない対策とか全然問題の傾向が違うっていうところがあるので、塾に行きさえすれば大学受験向けの勉強は全部網羅できるよっていうわけではなくて、その中でどんな参考書を使うかなとか、まあ、もし塾に行くとしてもどの授業を取るかなっていうところで工夫をしないと全然間違った方向の勉強をしてしまうような形になってしまうっていうところが特徴としてあるかなというふうに思います。本屋さんとか行っても、あの高校受験の参考書って棚1個分ぐらいですけど、あの大学受験って教科ごとに棚1個分ぐらいあるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです、そうなんです。だからあの、でもイーロン個別進学塾にも高校生いるんですよ、はい、その高校生たちがみんな陥るのが、何から勉強すればいいのかわからない、で、どこからつまずいているのかわからない、で、特に高校生の範囲ってこう中学生を使ったりするじゃないですか、要は応用範囲が結構多いので、要はどこからつまずいてるのかわからない発見みたいなのはやっぱ結構こっちも塾の先生としてやっぱフォローは大変だなっていうイメージはありますね。そうですね、本当に例えば英語の長文が読めないというふうになった時にも、その前の単語が分かってないのか文法が分かってないのか、ちょっと自身も分かってなくて結局的外れな勉強してしまうって人が多いかなっていうところがあって、そういうところを解決できるかなっていうふうに思ってます。古橋さん自身は高校時代塾に通わずに自分でやったっていう話なんですけども、実際どっちの方が伸びると思いますか。授業を受けるのか、そのコーチングで要は自分で計画を立ててやるのか。僕自身の経験を踏まえると、自分で計画を立てて自習した方が成績上がりやすいんじゃないかなというふうに思っていて、まあ大きな理由は2つあって、まず授業を受けている時間ってやっぱり自分のペースと合わない授業ってたくさんあると思っていて、
まあ、例えばもう分かってるよってことをずっと先生が延々と解説してても何したらいいか分かんないとか、うん、まあ、逆に分かんないのにここも当たり前だねみたいな感じで進んでしまうみたいな授業は結構あったりして、まあ、これは授業のどんなレベルの授業を取るかっていうところもあるとは思うんですけど、これ2つ目がすごい陥りがちなところかなっていうふうに思うんですけど、勉強授業を受けて聞いてなるほどってなって結局自分で噛み砕かずに理解したつもりになって終わってしまうっていう人すごい多いかなっていうふうに思っていて、まあ、授業を受けて先生が分かりやすい解説をしてくれるから自分の中で理解をしなくてもなんか分かってないつもりになっちゃうっていう人が多くて、そういうことが多いことを考えると自分でしっかりと噛み砕いて自習できる方が成績上がりやすいんじゃないかなと思ってます。なるほど。ちなみにそれって元から勉強ができる人がなんかやっていくイメージがあるんだけど、そうじゃない人を結構見てると思うけど、多分古橋さんが言ってるのって多分理解するだけじゃ絶対ダメだ、自分自身でやらなきゃ意味がないっていうことだと思うんですよね、うん、で勉強においてはその通りだと思ってて、僕たちの塾も分かるまでではなくできるまでっていうのがコンセプトなんですよ。なのでそれで言うとスタディコーチさんがやられてる学習計画をしっかりフォローしてあげて自習はやれよっていうスタンスはすごくいいと思います。それはもう本当に全受験生のためだなとはマジで本当に思いますね。なるほどね。でちなみに、まあ、授業をして直樹ちゃんの方は成績を上げるっていう形だと思うんだけど、その全く授業インプットはオール自分でやるっていうことでいいんですか？あ、そうです、まあ、例えば、スタディコーチを提携している、オンライン授業を少し取ったりはできるんですけど、うん、まあ、それも自分の道具として使うようなイメージ、うん、めちゃくちゃいいこと言いました今。あの授業はあくまでも手段である、これマジですね。あの授業をやって授業が成績伸びる要因じゃない、うん、結局問題解いて理解するかどうかなんて、それはもう本当その通りだと思います。対策として行っているのは、まあ、まずはしっかりと本当にもうこの日の何時から何時でやるっていうぐらいまで細かい学習計画を立てるということをやっていて、まあ、その上でもう一つやっているのが、学習記録をつけるということで、はいはいはい、この日この教科こういうふうに勉強しましたっていうのをやって1週間やった上で面談で、あ、ここちょっと勉強時間足りなかったねっていう感じでしっかりと後から振り返って、まあ、勉強をサボらないように監視というか管理できるっていうのはあるかなっていう。対面でも管理の難しさがあると思うけど、はい、対面の塾でよく要は言ってるのは、あの自習に来た人は絶対伸びると。でそれはなぜかというと、いつでも質問できる環境があるから。対面のメリットは一番多分そこだと思うんですよね。だからその場で理解、こうその場で分かったができるのが多分対面のいいところであり、ティーチングのいいところだとは思うんですよね。そこら辺とかってなんかこう勉強記録を持ったりとか、僕ならちょっとなんかめんどくせな、今日国語1時間しかやってないけど今日2時間やってることでしょやりがちだと思うんですよ。そこら辺に関してもなんかどうなんですか？先ほど少しお話したようにチェックテストをちょっと授業の間でやってみたりとかっていうのはやってるんですけど、まあ、確かにちょっと防ぎきれない部分もあるかもしれないですね。まあ、あとちょっと先ほどちょっと言えなかったんですけど、オンライン自習室で取り組みを実はやっていて、はいはい、Zoom でつなげながら、まあ、画面を手元を映してみんなで自習室みたいなのを作るっていうので、まあ、もし気になるところとかがあれば東大生が常駐しているので、まあ、オンライン上ではあるんですけど質問ができるっていうような環境は一応整えてはいます。ちなみにそれで今東大生って話が出たんですけど、あの高学歴の人に教えてもらうと、それともなんか教えるのが上手い人に教えてもらう方が伸びるのかって、これちょっと気になるんだけど、まずそうですね、僕の要は塾の先生の採用基準にも採用させていただいているのが、基礎の勉強は確実にできているということなので、学歴の最低ラインだけは僕は設けてます。ただ例えばこう G マーチ以上っていうこの最低ラインを決めた上で、それより上っていうのは確かになんかこう勉強オタクみたいなイメージなんですよ、僕のイメージ。その中でこうアウトプットが教えるのが上手い人っていうのは人によると僕は思ってるので、まあラインだけ決めてこうあとはこう教えるのが上手い人、まあティーチングの塾なので、うん、だからそういう面ではそういうところを重視して、学歴よりもそっちの方が、うん、大事な部分っていうのも僕の中にはあります。まあ、教える勉強内容を教えるっていう風なところでいくと、まあ、正直ある程度まで行った人は基礎がちゃんと身についてると思うので、それ以上のことを、まあ、すごい細かいオタク的な知識を教えるっていうところは塾では求められてないところだと思うので、まあ、必要ないかなっていうふうに思うところもあります。でもまあ実際勉強ができる人っていうのはすごいめちゃくちゃ難しいことをやってるってわけじゃなくて、基礎をしっかりと理解しているからこそ難しい問題が解けるっていうところがあるので、まあ、高学歴である方がその基礎への理解度っていうのは絶対あるんじゃないかなとは思います。あとこれは高学歴の人に当てがちなのが、逆算的な考え方だったり、要は統一したこう頭の正しい使い方が多分分かってるんですよね。そういうメリットはあると思います。でも東大生って聞くと高すぎて無理って思うんですけどなんかそこどうなんですか？なんか頭が良すぎてなんか話が理解できないとか、なんか簡単な語彙が飛んでこないからちょっと話を理解するの難しいっていうイメージがあるし、ちょっと怖いっていうイメージもあると思うんですよそこの辺どうですか？
多分ほとんどの、まあ、東大生とかあの高学歴な人に聞いたら分かると思うんですけど、みんな多分自分が本当に元から地頭が良くて頭が良くなってるって人があんまりいなくて、どっちかっていうと、あの最初別に一緒だったけどそこから正しいステップを踏んで勉強したからこそ勉強ができるようになっているっていうふうに思っている人も多いし、実際僕もそうだと思っていて、まあ、だからこそ、勉強できないところから勉強できるところまで、まあ、どういうステップでやってきたかっていうのがちゃんと自分の中で論理立っている人が高学歴の人には多いかなというふうに思っているので、うん、頭が良すぎて何言ってるか分かんないみたいな状況はあんまりないんじゃないかなというふうに思ってはいます。主席だからもう、もうその通りですよね。もう主席が言うことは間違いないですよね。あ、そうなんですね。で、じゃあちなみにその人間関係などの話でも触れたんで聞いていこうと思うんですけど、対面だとやっぱり毎回同じ、毎週同じ日に行って毎回同じ先生に会う、で関係値がこう築かれていくと思う。オンラインだとなんか関係値がこう人間関係の関係値が作りづらいのかなと思うんですけど、そこはどうですか？あ、そうですね、まあ、毎週同じ先生であるのでだんだん信頼関係築かれてるっていうところはあると思うんですけど、確かにオンラインだと一回接触するにしてもちょっと距離があるのかなというふうに感じるところはあるかもしれないんですが、1時間の面談の中で普通の塾の授業とは違って、例えばもうちょい精神的な悩みだったりとか、ちょっと今人間関係で悩んでるなっていう悩みのようなあんまり勉強に関係ないところの悩みを相談できるみたいな感じになっていて、まあどっちかというとなんか先生というよりはなんか頼れるお兄ちゃんとお姉ちゃんみたいな存在のような感じで相談に乗ることができるんじゃないかなと思って。イーロンみたいですね。そう、僕たちの塾もそうなんですよ。あの要はその頼れる兄ちゃん的な対面塾としてやってるのでめちゃくちゃいいですよね。でもそれだとそうですね、本当になんか近いところ、なんか形式としては違ってもなんか近いところがあるなっていろんなところに見て感じますね。でちなみになんですが、ここまでお話して、まあ、一通りティーチング、オンライン、対面みたいなところで分かってきたと思うんですけど、結論、どういう人が対面に向いてて、オンラインに向いてるのかみたいな、2人の中で答えってありますか？対面である人たちっていうのは、自学自習の習慣が備わってない人、これはまず対面の方がいいと思います。宿題をやってこいって言わないとやらない子、これできたらやっといてって言った時にやってこない人は多分対面の方がいいですよね。ただ一方でオンラインの方が絶対に伸びるっていう子は自学自習の習慣ができている人だと思います。学習計画、その練り方だけ分かんないけどそれ練ってもらったら私も最強だよ、もうやるよ私っていう人、そういう人はオンライン塾っていうのは結構向いてると思いますし、これあの僕イーロン勤めてちょっと思うのが、あのお母さん方と保護者面談を Zoom でやるんですよ。でそれと生徒さんたちに、僕たちも Zoom でオンライン自習室やってるんですよ。あのお母様たちは準備にちょっと手間取ってるんですよね、やっぱまだこうちょっとこうまだ慣れてない。でもなんかその生徒さんたちとオンライン自習するときってコメントは早いわ、あのレスポンスは早いわで、おおもうコメント打ってきたみたいな、そうそうそう、だからそこをそれでまた答えられるみたいなのがあるので、今の中高生の勉強方法としてはオンラインっていうのはすごい強みだろうなと思いますね。そうですね、まあ、オンライン特に、まあ、慣れてる人も多いっていう上で、まあ、移動時間とかも取らずに済むってところがあるので、すごい効率も良くなるのかなって思うところもあります。オンラインだとこういう人が伸びるみたいなのってありますか？そうです、まあ、オンラインでこういう人が伸びやすいってのを思っているのはやっぱり勉強はやる気はあるけど何したらいいか分かんないっていう人がに、そうですね、もうやる気はあるけど実際何から手をつけたらいいか分かんないっていう人はオンラインで教えてもらってそれに基づいてしっかりやるっていうのができるといいのかなっていうふうに。自制ができる人は多分オンラインの多分効率めちゃくちゃいいですよね。だからまあ例えば塾までね行くのに片道15分かかりますったら1日30分で1週間でだいたい4時間ぐらいで、1ヶ月にすると16時間ぐらい、1年間にすると70時間ぐらいあるわけですよね。そうするとオンラインもいいよねとなりますよね。というわけで今回、まあ、オフライン塾とオンライン塾と高校受験大学受験っていう風な、まあ、立場の違いから、まあ、オンライン塾はどういう人が伸びるのだったり、オフラインとオンライン塾どういう風なことが違うのということについて説明をしていきました。まあそれぞれのね個性に合わせて性格に合わせてどっちの方が合っているのかな、それでオンラインの方が私合ってるよみたいな人はねプロ中のプロの先生がいるんで、あのそれで言うと勉強のプロ、逆転合格をしたくてやる気はあるんだでもやり方が分かんないんだよねっていう人は一回話を聞いてみるだけでも全然違うんじゃないのかなと思います。というわけでこの動画をこれで終わりにしましょう。もしこの動画が良かったらグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それから概要欄の方にスタディーコーチさんの、URL も貼っているのでちょっとでもね気になった方はちょっと見てみてくれると嬉しいなと思います。というわけでこの動画はこれで終わりにしましょう。それではバイ。